バンクシー、バンクシー、バンクシー、青年月日未公表は、イギリスを拠点とする匿名のストリートアーティスト、政治活動家、そして映画監督。彼の風刺ストリートアートと破壊的なエピグラムは、独特のステンシル技法で実行された落書きと、ダークユーモアを組み合わせたものである。彼の政治及び社会批評の作品は、世界中のストリート、壁、及び、 都市の橋梁に残されている。バンクシーの作品はアーティストとミュージシャンのコラボレーションを伴うブリストルのアンダーグラウンドシーンから生まれた。バンクシーは後に英国の音楽グループマッシブアタックの創設メンバーとなったグラフィティアーティスト 3D に触発されたと語っている。バンクシーは彼の作品を壁や自作の物理的な小道具のような 公にに見えるる表層に展示しているバンクシーは、もはや彼のストリートグラフィティの写真や複製を販売していないが、彼の公開された展示は定期的に転売されている。少数のバンクシーの作品が正式に非公開でテストコントロールを通じて販売されている。バンクシーのドキュメンタリー映画エグジットスルーザ・ギフトショップ2010は、 2010年のサンダンス映画祭で公開されている。2011年1月に彼の映画はアカデミー賞ベストドキュメンタリー部門にノミネートされた。2014年にウェビーアワード2014で年間最優秀賞を受賞した。と呼ばれる型紙を用いたグラフィティを中心とする。街中の壁などに反資本主義や反権力など政治色が強いグラフィティを残したり、 メトロポリタン美術館や大英博物館などの館内に許可で作品を陳列するなどのパフォーマンスにより芸術テロリストと称するものも参見される。街頭などのグラフィティにこだわり企業や音楽家などの依頼はすべて断っている。2002年に日本のファッションブランドモンタージュに T シャツの図案を2種類、2003年にブラーのアルバム、 シンクタンクのジャケットをそれぞれ提供して以後、ソニー、ナイキ、マイクロソフト、ミュージシャンのデビット・ボーイ、オービタル、マッシブ・アタックなどの申し入れを断っている。多くは、街灯の壁面などに無断で描かれ、落書きとして行政が清掃などの際に消去する事例もあるが、描かれた壁面をアクリル板で保護する建物所有者も見られた。 2007年2月のサザビーズオークションで作品6点が37万2千ポンドで落札された。2009年6月13日から8月31日までブリストルの市営美術館で大規模展バンクシー VS ブリストールミュージアムが催された。2010年にドキュメンタリー映画イグジットスルーザーギフトショップを監督してアカデミー長編ドキュメンタリー映画賞に ノミネートされた。2015年にイギリスで期間限定のテーマパーク、リズマランドを演出した。バンクシー、ダズニューヨーク、セービングバンクシー、バンクシーを盗んだ男などドキュメンタリー映画が多数制作されている。バンクシーはかつて落書きを仮想階級の復讐、またはより大きくより良い装備をした敵から権力、領土、 そして栄光を奪うことを可能にするゲリラ戦争の一つの形と表現していた。バンクシーはこの闘争において社会階級的要素を見てあなたが鉄道会社を所有していないならばあなたはそこに行き代わりにそれに絵を描くと述べている。バンクシーの作品は中央集権権力を嘲笑いたいという切望も表しており また彼の作品は公衆に対して権力が存在してそれがあなたを抑圧する一方で、その権力は非常に効率的ではなく、欺かれる可能性があり、騙されるべきであることを示すことを願っている。バンクシーの作品は、反戦、反消費主義、反ファシズム、反帝国主義、反権威主義、アナキズム、ニヒリズム、実存主義など、 様々な政治的社会的テーマを扱ってきた。加えて、彼の作品が一般的に批判しているという人間の状態の要素は欲、貧困、偽善、退屈、絶望、不条理、そして阻害である。バンクシーの作品は通常、メッセージを出すために、視覚的イメージと図像望学に頼っているが、バンクシーは様々な本の中で、いくつかの政治的に関連したコメントをしている。 彼の、銃殺されるべき人々のリストにおいて、彼は、ファシスト、宗教原理主義者、そしてリストを書き誰が銃殺されるべきか、あなたに話す人々をリストしている。バンクシーは、自身の政治性をおどけた調子で説明しながら、時々私は、世界の現状について、とても気分がめいってしまい、二つ目のアップルパイを、食べ終えることさえできないと病がている。 バンクシーは2017年のイギリス総選挙において、ブリストル北西、ブリストル西、ノースサマセット、ソーンベリー、キングスウッド、およびフィルドンの各選挙区に立候補している、補党候補者に反対する投票をした有権者に対し、無料で彼の作品のプリントを提供すると申し出た。バンクシーのウェブサイトに投稿された記述によると、保守党候補者以外の候補者に印をつけた。 投票用紙の電子メール写真を送れば、限定版のバンクシーのアート作品を郵送されると説明していた。2017年6月5日、AA ボンとサマセット州議会は、汚職の疑いのある増収賄行為について、バンクシーの調査を開始したと発表し、翌日、バンクシーは無料プリントの提供を行えば、選挙は無効になると選挙管理委員会から警告された。そのため、 私は残念ながらまずい発想の法的に疑わし、プロモーションがキャンセルされたことを発表する。と述べ、プリントの提供を取り下げた。バンクシーの身元は不明で、落書きが犯罪であるからとされる。2008年のの調査では、かつての公友や同僚は、パブリックスクールのブリストル大聖堂公立学校の元生徒だったロビンガニンガムと信じている。この説は、 バンクシーの作品が発見された場所の研究によって2016年に確証された。バンクシーの作品の発生率はガニンガムの動きと相関していることが分かった。7人組のアーティストチームであるという憶測もある。2014年にインターネットでバンクシーが逮捕され、その身元が明らかになった。という嘘のニュースが出た。2016年8月に スコットランドのジャーナリストクレイグ・ウィリアムズは、バンクシーの壁画出現のタイミングとトリップ、ホップバンドマッシブアタックのツアースケジュールを受け続けた調査結果を発表した。ウィリアムズは、バンクシーの仕事が、集団の仕事であり、バンクシー自身が、マッシブアタックのであるかもしれないという説を提唱した。デルナジャは1980年代にバンドを結成する。前は、 グラフィティアーティストであり、以前はバンクシーの個人的な友人であった。だが、バンクシーが有名になる前に、ロンドンで彼にインタビューをした翻訳家の鈴木屈子は、マッシブアタックの方ではなかったと語っている。2017年6月、イギリスのミュージシャンは、の、ポッドキャスト番組に、ゲスト出演した際に、バンクシーを、ロブ、または、ロバートと呼んだ。これは、 バンデルナジャ説を裏付ける発言と思われたが、ゴールディは、ロバート・デルナジャ、ロビン・カニンガム、またはその両方、誰に言及しているのかわからないという指摘もされている。ロンドンのナショナル・ポートレート・ギャラリーには、写真家のジェームス・パフ、ジェームズ・パーフによる、バンクシーのポートレート、覆面状態ではあるがが収蔵されている。また2010年の映画、イグジット・スルー・ザ・ギフト・ショップには、 覆面をかぶったバンクシー本人が登場して喋っている。2017年12月、バンクシーの写真が A、デイリーメールなどのメディアに掲載された。パレスチナを訪れた観光客がたまたま撮影したグラフィティを描くアーティストがバンクシーだったというのだ。帽子をかぶった送信の中年男性が写っている。しかし、この写真自体がフェイクの可能性もある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。